クレメンス・ヘルスベルクは、オーストリア・リンツ出身のバイオリニスト。ウィーン・フィル・ハーモニー管弦楽団の楽団長を17年間に、渡って務めた。1952年3月28日、オーストリア・リンツにて誕生。父親ヘルスベルクに、バイオリンの手ほどきを受ける。ウィーン国立音楽大学に入学し、バイオリンを専攻。その方アラ・ウィーン大学で、音楽学を専攻した。 1976年、ウィーン国立歌劇場管弦楽団の第二、バイオリン奏者となる。1980年、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団のメンバーとなり、1997年に同学団の楽団長に就任した。1979年からウィーンフィルの文書保管所の委員を務め、音楽に関する数多くの記事を発表している。2014年9月、 幹部刷新に伴って62歳で楽団長を退任した。優退の理由については、楽団にいる間に次の世代に引き継ぎたかったのです。ウィーンフィルでの最後の3年間は、一人の音楽家として迎えたかったことも大きいですねと語っている。ありがとうございます。